1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。水だ。食料もたっぷり持ってやがったぜ。世界は再び暴力の支配する時代になっていた。さて、取るもん取ったら偵察に戻るぜ。うん。なんだあいつ、こっちに向かってくるぜ。気にするな、獲物が一匹増えただけのことだ。ちげねえや。よう兄ちゃん、ここを通りたきゃ水と食料置いてきな。ない。本当か。じゃあ調べさせてもらうぜ。汚い手で触るな。なんだとこの野郎。うわ、この野郎、舐めたまにしやがって。死にたくなければやめておけ。バカめ、死ぬのはお前だ。なんだ、何の騒ぎだ。この男、仲間をやる、ぶっ殺してやる。大変だ。どうした。偵察隊の奴らが何者かに。なんだと。誰だ。俺たちの仲間にこんな。ジド、こいつまだ息があるぜ。おい、どうした。何があったんだ。北斗、胸に七つの傷の男。なんだ今のは。
北斗だと？一体何者だ？ただじゃおかねえ。おい、胸に七つの傷を持つ男を探し出せ。必ず。いいな。水を。なんだ、行き倒れか。ジードかもしれん。牢屋に入れておけ。またバカがどっち踏みやがったな。ありがとう、生き返ったよ。俺は剣、名は何というのだ。無理だよ、そいつは凛ってんだけど、目の前で親兄弟を殺されて、それからショックで喋れなくなっちまったんだ。そうか、辛いか。大丈夫、動かないで。喋れるようになるおまじないだ。あとは彼女の心次第で喋れるようになる。大変だ、ジードの奴らが。おい、リン、一緒に来い、お前も戦うんだ。あいつ、お前に行かれちまったみたいだぜ。自分が殺されると分かってるんで鍵置いてきやがった。ジードにかかっちゃ村の連中なんざ一分で皆殺しだからな。奴らの目的は多分俺だ。なんだって？お前一体何したんだよ。え、おい、何やって、あっ、抵抗をやめろ。この村に胸に七つの傷を持つ男がいるはずだ。出てこんと、この小娘の首を引きちぎるぞ。か、お前が七つの傷の男か。邪魔だ、どけ。ほー、あら、なんだ、ふざけやがって、死にやが。ほー、これは北斗神拳。その昔、中国より伝わる恐るべき暗殺剣があると聞く。その名を北斗神拳。拳に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与え、表面よりむしろ内部からの破壊を極意とした一撃必殺の拳法。それが今。やはり貴様か。俺たちの仲間をやったのは許さねえ。お前ら、この男をぶち殺してやれ。うん。Oh!
お前はもう死んでいる。何？そうか、あの小娘の壺をしたのか。しかしすげえよ、ジードの連中を一瞬で。なけん、俺と組まないか。よう待ってくれよ、俺バッタってんだ。なあ待ってくれよ。けん、どうして。現れるところ何なり。剣は凛のいるこの村のために出ていったのじゃ。わかるな。後がなくなったな。助けてくれ。わしはこの種もみをどうしても村に届けねばならんのじゃ。何？今ある食料はいずれ尽きる。じゃがこの種もみがあれば毎年米ができるんじゃ。それがどうした？米ができれば食料を奪い合うこともない、争いもなくなる。今日よりも明日なんじゃ。なおさらその種もみを食いたくなったぜ。そんな、ご承知じゃ。見逃してくれ。なあケン、あんな奴らに関わってねえで行っちまおうぜ。あ、バカ。おい、お前たち。え、なんだてめえは。その老人を助けてやれ。なんだと？てめえこのボウガンが見えないのか。ああ、北斗神拳の前ではボウガンの矢など止まった棒に過ぎん。死にたくなければやめておけ。北斗だと？バカめ、死ねえ。ボウガン、おいボレが気が使えよ。Uh-huh.
覚悟はいいか？死ねえ！北斗神拳、西真空派。目が、俺の右目が。覚えてよ、必ず貴様を殺してやる。必ずだ。しっかりしろ、じいさん。ありがとうございます。この種もみを村まで。わかった、行こう、じいさん。あんたの村へ。まさか、ケン、やめとけよ。奴らはキングだぜ。この辺り一帯を制圧する凶暴な組織集団だ。そんな老いぼれになんでそこまで。今日より明日、久しぶりに人間に会った気がする。人間？じいさんだ。種もみが見つかったんだ。じいさん、着いたぜ。ありがとう、ありがとう。さあ、水でも飲んでいってくだされ。いいんだ、俺たちはもう行く。おい、ケン、人がいいにも程があるぜ。さあ、お前言う通りじゃ。せめて水だけでも。そうか、ありがとう。わしはこの種もみを村の者に渡してきます。しばらく待ってくだされ。じいさん。あすが。キングだ。キングの奴らが。じいさん、お前たちに今日を生きる資格はない。次は貴様の番だ。地獄に送ってやるぜ。次は貴様の番だ。8ある経絡飛行のうち遠いと言ってな。この指を抜いてから3秒後に貴様は死ぬ。そんな、待ってくれ。その3秒間に自分の罪深さを思い知るがいい。嫌だ、俺はまだ死にたくねえ。死にケン、
キングに狙われる。早くここを離れよう。じいさん、キングに距離をつけねばならない。まさかキングを。ここがキングの町、サザンクロスだぜ。サザンクロス。ん？どうしたんだケン。いや、なんでもない。ケン、守衛兵だ。ここで待っていろ。ケン、まったく大丈夫なのかよ。ん？なんだお前は。知ったところで誰に語ることもできぬ。この野郎、いいだけだ。ケン、ここが城の入り口みたいだぜ。鍵がかかってやがる。どうすんだよケン。ま、ケン、通気口があるぜ。奥に明かりも見える。北東部のケン。うん。ここはバット様の出番だけどな。ま、無理。任せときなって。中から鍵開けてやるぜ。守衛室か。誰もいないみたいだ。よし、早いとこ鍵を開けてやるか。なんとか扉までたどり着けたぜ。ケン、そこにいるか。今開けるぜ。すまない、バット。なーに、いいってことよ。俺とケンの仲じゃねえか。ここからは俺一人で行く。お前はどこかに隠れていろ。ケンも気をつけろよ。何者だ貴様。ここがどこか分かってんのか。やろ、ふざけやがって。Hein? De quoi?
部屋の中で豚を飼っているようだな。君が北斗神拳を使うというケンシロウ君かね。やはり豚か。他里不会被水流攻。豚小屋へ行け。人を豚呼ばわりするとはいい度胸じゃないですか。生きのいい獲物でやりがいがありますね。この辺りの豚はよく喋るようだな。言っておきますが、君の剣で私を倒すことはできませんよ。君が思っているほど北斗神拳は万能ではないのですから。私と戦うことで君は北斗神拳最大の欠点を知ることになるでしょう。最初に言っておこう、北斗神拳は無敵だ。さあ、それはどうですかね。私の肉はゴムのようなものでしてな。君の剣も飛行に届く前に全て肉の壁に吸収されてしまうわけです。私は今までこの体で何人もの拳法家を殺してきたのですよ。ですか。どうしました。もうおしまいですか。何かね、今のは。そんな技では私を倒すことはできないと言ったはずですよ。北斗神拳の前ではお前は脂肪の塊に過ぎぬ。負け惜しみはそれぐらいにしなさい。無駄だ、お前はもう死んでいる。何？私の
の肉が。